そのさっき話したさ、えっちゃん主催のデスパーティー、デスゲーム、なんかあれも何時だっけ、9時とかに終わったの。うん、で11時までね、五感弾っていう時間だったの。そんなものに顕微が耐えられるはずもなくいやもうほんと頑張ったんだよ、頑張ったんです、許してください。45分ぐらい頑張ったんですけど、ちょっと限界を、精神的な限界を感じ、ちょっとお腹が痛くなってしまって、仕事がある気がするんで、ちょっと帰ります、勇気の帰宅を果たした。まあでもとりあえずなんか早く帰ってきちゃいました。何が痛いかっていうと、2時間なんかデスゲーム楽しかったの、すっごい楽しくて、なんかみんなで死ぬのとかこう頭脳の殴り合いとか、はい、すごい楽しかったんですよ。あんまり言えないんですけど、顔出ししてる人だと、なんか某 YouTube のクイズプレイヤーとか、某番組に出ているようななんかクイズプレイヤーとか、やっぱえっちゃんの友達だから豪華なわけで、なんかみんな賢くて面白かった人脈すごいよね、みんな賢いので、なんか簡単に言うと、多分話題を変わるから、なんていうの、ネタバレにならない雰囲気範囲で言うと、勝ち方みたいのがある、ルールのこう隙をつくみたいな、開示じゃないけどね、そういうのあるんですよ。で顕微気づいて、こうやれば生き残れますねみたいな、まあ、1回目のねデスゲーム、何回かデスゲームやるんですけど、これは必勝法があるみたいな、喜んでね、これで勝ちやってやったら、1回戦目全員生き残りでしたねあれなんか半分ぐらい死ぬ想定で作られてたらしいんだけど、全員生き残ってた、みんな生き残って、みんな穴ついてってワロタみたいななんかすごい、なんか頭がいい人たちの集いで困っちゃいましたけど、はい、すごかった、みんな賢くて楽しかった。あとはちょっと言えないんだけど、内容、ゲーム中はあんなに人と話せたのに、その後のなんか五感弾の2時間顕微耐えられなくて、周り見るとなんか インフルエンサーって人たちしかいなくて、いや別にインフルエンサー悪くない、顕微が悪いんですけど、顕微謎解きまーす、謎解きまーす、解きたくなったんで解きまーす、はい、よろしくお願いします。え、メンさんは、メンさんの集まりではなかった、メンさん数えるほどしかいなかったけど、なんか普通に早稲田生とか東大生とか、なんかたくさんいた、あと陽キャもたくさんいた、耐えられなかったあ、こっちじゃない、え、2時間えっちゃん眺めてればよかった、そう、でもえっちゃん眺めてようと思ったらさ、えっちゃんお友達いっぱいいるじゃん、だからえっちゃんのエッチやんをずっと見てようと思ったら、あ、なになにちゃん来てくれてありがとうみたいな挨拶回り行っちゃって、あ、俺だけのエツコじゃないんだなって気持ったみたい、あ、俺だけのエツコじゃないって思って、話したかったけど、やっぱ主役だから、そりゃそう、俺だけのエツコじゃないの、やっぱでも疎外感がちょっと、しかもキラキラ女子とかいるの、あ、勝てないみたい、俺だけのエツコじゃないみたいなまあそれはそう、彼女が主役だからね。あとゲームも楽しかったし、誰一人として悪くない、え、先に言っとくと悪いのはケンピマジもうなんだろうね、なんで入っていけないんだそこに、くそー、まあそれがケンピです、残念ながら、はいよろしくお願いします、そもそもお前のものじゃないうーよろしくお願いします、プロジェクトチーム